立憲民主党の代表が決まる党大会の会場です。会場には多くのメディアが詰めかけています。午後1時から始まった立憲民主党の代表を決める臨時党大会。東海地方選出の国会議員も候補者4人の推薦人に名を連ねていましたが、1回目の投票の結果、泉健太代表、吉田晴美衆院議員を抑えた上位2人、野田佳彦元総理、枝野幸男前代表の決選投票にもつれ込み、自らを昔の名前と話すこともあった野田元総理が新たな代表に選ばれました。ご支援をいただいた戦いの準備を進めていきます。どうぞ皆さん、今日からノーサイドです。挙党体制で政権を取りに行きましょう。新代表の誕生を、この地方の国会議員はどう受け止めたのでしょうか。野田元総理を支援した愛知十二区、重徳和彦衆院議員は、野田さんであれば政権を実際に担うと、こういう、こうなんていうかな、イメージが湧きやすいじゃないですか。批判しているだけではなくて、まあ、だったら我々が取って代わろうじゃないかと、まあ、ここまで確信を持って言い切ることのできる候補者というのは、まあ、今こうか不こうか野田さんしかいないと。一方、1回目の投票で敗れた泉代表の推薦人を務めた愛知13区、大西健介衆院議員は、2回目はちょっと、まあ、今回あえていろいろありましたので、秘密で、はいはいはい、自民党は嫌だけど、でも野党で本当に政権担えるのっていう、そういう不安があると思うので、ね、ここはやっぱり野田さんの安定感がまさに効いてくるところじゃないかと思います、はい、また党の幹事長を務める三重3区の岡田克也衆院議員も投票先は明かしませんでした。まあ、とにかく立憲民主党はしっかり頑張って政権を取りに行くということです、はい。今月27日に誕生する自民党新総裁と対峙することになる野田新代表。遠くない時期にあるとみられる解散総選挙に向け、選択肢を示すことができるでしょうか。菊池さん、野田元総理が新代表になったんですが、はい、印象としていかがですか。そうですね、やはり総理経験ということで、今 VTR にもあった通り安定感なりですね、はい、その一定の信頼感というのはもうすでにあるんだと思います、はい、ただこの立憲民主の中では野田さんは比較的保守寄りの政策を取りますの で、 そうです、ね、自民党とどうこう差別化していくのか、うん、それから刷新感という意味ではね、はい、ちょっと今回物足りないという点をどう補っていくのか、うん、その辺が注目だと思います、はい、そうですね。さて、東海地方の議員、この代表選でどう動いたのかというところですが、柴田さんお願いします、はい。この地方の議員は4人の候補それぞれの推薦人を務めました、うん、新代表になった野田元総理は愛知十二区の重徳さん、また愛知ハックが自慢の坂野さんが、選対本部長を務めました、うん、一方枝野さんは愛知三区の近藤さんが選対本部長、参議院の斉藤議員、田島議員も支持を表明していました。一方、決選投票に進めなかった2人についてですが、泉さんは吉田さん、大西さんが推薦人に、うん、そして吉田さんは愛知4区地盤の牧さん、三重2区が地盤の中川さんが支持、また岡田幹事長は投票先を明らかにしませんでした、うん、これが1回目ということですが、この1回目に、泉さんと吉田さんに投票したとみられる議員、これ決選投票ではどうだったんでしょうか、はい、泉さんを推薦していた大西議員は秘密と、そして吉田さんを推薦していた中川議員も想像に任せると話していまして、うん、他の議員からもこれまでのところ回答を得られていません、うん、まあ、はっきり言って何か差し障りがあるのかどうかちょっと分かりませんけれども、ね、まあ、推薦人の貸し借りなんてことも報じられましたので、はいはいはい、これは、まあ、支持者にはちゃんと説明が必要のような思われますよね。そうですね、まあ、いろいろ その辺が、まあ、誰を例えば吉田議員を候補に立てた方が
今回はとかね、いろんなそういう思惑があると思いますんでね、はいはい。まあ、ただいずれにしてもやはり有権者にとっては政権の選択肢っていうのは複数あった方がまあ望ましいというふうに言われてますんで、どれぐらいやはりこの立憲民主党があの政権を担える党なのかなっていうところに近づけるかポイントですよね。そうですね、あの人材の豊富さを有している党なのかどうなのかっていうところにもかかってきますからね。そうですね、まあ、前回民主党時代の失敗っていうのがあって、うん、ただそれは教訓にしてまたね、あの次の選択肢別の提案を国民にしてもらいたいですよね。はい、その通りだと思います、ね。まあ、そういう意味で言うとあの実現可能な政策だとかそういったものの提案プレゼンをやっぱりしてもらいたいですね。そうですね、前の民主党の時にも野党の時に言ってたことと実際に政権取ってじゃあそれができたかって言ったらちょっとそこはあの残念だったところもありますから ね。そして柴田さん、政治不信というのはすごい根強いじゃないですか、はい、この辺やっぱりこう払拭してもらいたい、ちょっと期待しますけどね。こう若い世代はもう誰になっても変わらないんじゃないかとか、うん、そういう声ももちろんありますから、うん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 、これでこうちゃんとできるんだぞっていうのを見せてもらいたいなっていうのは若い世代として思います ね。 そうですね、そういう意味ではその野党の責任というのはものすごく重いというふうに僕は思いますけどね。そうですね、いつでも取って代われるぞというですね、はい、そういう準備をしっかりあのしておいていただきたいですね、はい。そして、まあ、自民党の総裁がぼちぼち決まるわけなんでまた論戦に期待したいところです、はい。